百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。おー、今日は正確で早い銘打ちのために一つ忘れてないかいって話をします。上手な子みたいに早い目でスパーンって打ちたいんだけど、なかなかそれが難しくて、どうしても打ちが遅くなっちゃう、打ちが軽くなっちゃう、違うとこ打っちゃう、打った後にずれる、流れちゃう、こんな風になってないですか？なんでうまくいかないんだろうって練習するよね。腕伸ばせ、腰入れろ、練習するよね。だけどなかなかうまくいかない、それは一つ大事なことを忘れてるからなんです。今日は一つしか言わないですよ。簡単、シンプル、誰でもできる。だけど忘れがちなこと。それは、面を打つときに脇を締めるってことなんです。よくね、面を打った後に、バンザーイってしちゃう人に飲むの。バンザーイ、バンザーイ。これは、早く打とうとして、手と腕だけを使って打ってるからなんです。この打った後に脇が開いちゃう人、特に刺し面みたいになる人、刺し面みたいになって脇が開いちゃう人、これは、打った本人は、すごく早く打ててる気持ちになってるんだけど、まあ、実際そんなことないんだけどね、早く打てた気になってるんだけど、一つ大事なことを忘れてるんです。早く打つことばかり考えてる人、脇が開いて万歳しちゃう人、何を忘れてるかというと、それは正確性なんです。脇が開いて万歳目になってる人、やっぱりね、竹刀がね、ブレちゃうんですよ。ブレる。そしてもう一つ、自分じゃ早い早いって思ってるんだけど、実はね、そんな早くないの。もっと早い打ち方があるんです。質問です。普段稽古で先生、講談社の先生と相面になった時に、絶対こっちの方が早いって思ってるのに、先生に真ん中スパーンと先に打たれたことあるでしょ。これって不思議に思わない？絶対こっちの方が早いと思って相面出るんだけど、おじさん先生の方が面早いでしょ。しかも真ん中ドーンってくるでしょ。僕は未だにこれは不思議。みんなと講談社の先生、何が違うんだ？相面でいつも打たれる、何が違うんだ？絶対こっちの方が早いのに。その違いの一つには、脇が締まってるかどうか、打つ時に脇が締まってるかどうかっていうのがあるんです。講談社の先生になるとね、脇が開いた万歳面なんて打ってると笑われちゃうんですよ。講談社の先生がどういう気持ちで稽古やってるかっていうと、例えば相手の先生も講談社だったりするんです。そうした時に相手の先生は脇を締めた早くて正確な面を打ってくるんです。そうするとこちらもそれに負けないように、もっと脇を締めて早くて正確な面で勝負する、こういう面の勝負ばっかり練習してるんです。だからみんながもし脇が開いた万歳面打ってくるとしたら、講談社の先生っていうのはそれに対してもっと早く正確な面を打つっていうのは簡単なんですよ。脇が締まってるからなんです。みんなもね、普段の稽古の中で小さい面、実践的な面練習してると思うんだけど、早いだけじゃなくてそこに正確性、そういうしっかりした面打ちたかったら、まずは脇を締めることをイメージしてください。これだけでだいぶ変わります。この打つ時に脇を締めるっていうのはやっぱりみんなね忘れちゃうの。手首のスナップとか足の踏み込みとか腰から打つとか腕を伸ばすとか、こっちの方ばっかりみんな意識して、脇を締めるっていうことは忘れちゃいがちなんです。脇を締めると左手が入るんです。左手が入ると正確な打ちが打てると、こういうことです。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。おー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。